ツイステッドワンダーランド。時間が許す限り、さまざまな料理に挑戦したいですね。今日は何を食べたい気分ですか？リリアさんの料理の発想は独特で、大変興味深いです。豆を使ってどう調理するのか、見逃せませんね。ルークさんは、どんな料理もトレビアンと言ってくれそうですが、どうせならとびきり感動させたいですね。冷凍庫を開けた瞬間に感じる冷気が好きです。故郷を思い出して懐かしい気持ちになります。作ったものは自分で食べるより食べてもらう方が好きです。口にした時の反応を見るのは癖になります。見た目、味、ともに自信作です。ぜひ召し上がってください。一度食べたらきっと忘れられませんよ。なるほど、肉は豆腐と混ぜると食感がふわふわになるんですね。面白いです。嫌いなもの、強いて言えばアナゴでしょうか。食感がどうも口に合わず。もともと料理は好きですが、最近は山を愛する会で取った食材を調理する時が一番楽しいです。使ったことのない食材をどう調理するか、腕の見せ所ですね。おや、この味は素晴らしい。実にユニークです。だんだん舌がひびえけひゃひゃ。気持ちのいい食べっぷりですね。食後には紅茶とデザートもご用意いたしましょうか。お口に合ったようで光栄です。とっておきの隠し味を入れた甲斐がありました。